始まりました、オネスト TV。 わあ、伊藤さん、はい、林さん、はい、いよいよ来たよこの日が。うん、俺この日のために生まれてきたと言っても過言ではないから。これオネスト TV ってそのこのために始めてんだから。そうなんだよ、うん、ここに到達するまでちょっと時間食っちゃったけど、道草が過ぎたけどさ踊ってみたりね、踊ってみたり突してみたり、いろいろあれあれやってみたりしたけど、すべては、ここに行くための布石でしかない。はい。伏線、やっと回収する時が来た。そうね。やっと俺たち、はい。キャンプデビューします。イエーイ。いろいろしてきたけど、遠回りしてきたけど、うん、今日は、ちゃんとやる。見てくれ。おお。テント立てて、エスパー伊藤さんが入ってるわけじゃないの。レベル上げた？え？テントなんだこれ。テントですよ。今日はテント立てて、はい、そして寝る。うん、俺ら初心者だから、うん、一応ね、うん、あのキャンパーの人たち、うん、お知り合いのキャンパーの人たちに、うん、指南を得たけど、うん、今はこれをどさっと渡されました。そうですね。はい、やってみ、ラインを我が子を他人落とすっていうけど、うん、今もう本当に落とされた。でやっていくよ。これ皆さんに見てもらおうよ。だんだん俺らがさ、キャンプ上手くなっていく様。これ第一歩目だから。結構小さい一歩かもしれないけど。うん。ネットにとって大きな一歩になる。うん、まず何から始めるの？挨拶。まず、いや、そうね。よく手洗いうがいする。遠いな。しばらく作れねえ。出たよ。何が出る？じゃが出るか。よし。説明書を読む。ファンシーズンはこういうことなんだよね。こうなりたいんだよ、俺たちは。そうだね。そこを目指していきます。俺たちはここになりたいから。うん、知らないワードが多くて頭に入ってこない。iPhone の説明書読んだ時ぐらいなんかこう、うってなる。これトンファーではないよ。中国古来のね。ガチャガチャガチャ。熱海洋が使ってたやつ。それ長いんだ、繋げていくと。大丈夫？幸先大丈夫？なんか大事そうだと。うん。熱海洋が投げたやつじゃん。ドイルにね。なんですぐバキの話してる、うん、いつもこの説明書を思うけど、うん、作ってる人本当にこれが一番ベストだと思ってやってるのこの世にある説明書のコンサル入りてえな。あ、説明書コンサル、うん、説明書の説明書一回広げてみるっていうのは YouTube で一本撮れる。下手したらカットよ。一回広げてみた。ちょっと一回止めて私も手伝おうか。はい。君は巻き込んでしまったの。あ、本当ですか。ジャック・バウアー。くせ。ジャック・バウアーのモノマネをするドキドキキャンプ。キャンプだ。解説の林さん、これ林さん、そのまま行った方がいい。え、いけるよ。手加えない、ここは。加えない。林、ここは手加えないと。これ一見こう、どうですか、生徒が苦戦してるようにも見えるんですが、ここで手伝いに行った方が結果は早く出るんじゃないかって思っちゃうんですけど。いや、そこは身につかないから。またやってあげないといけなくなる。楽な道をあえて今は取るべきではないと。だってできるもん。力で解決して、しようとしてる気がしますが。でも待ってください。待ってください、先生。先生、手伝えよ。これ、なおちゃんの自立を促す塾じゃないのね、ここは。共同作業なんだ。あ、そう。やろう、やろう。じゃあ、やりましょう。一個ずつ行こうか。はい。よし。ペグるか。第一ペグ。ないのを早めに解決させた方がいい。いやいやいや、だからそんじゅうが楽なのよ。楽な方、楽な方に行ってる。みんな今の日本の教育がノーコメント。
そして金槌長く持つと、てこの原理で力使わずいける。でもコントロールが効かなくなる。あ、そうだね。パープで、強振にしたら、あ、そうだね。ミートゾーンが下がるみたいな。ちょっと、パッと短く持って確実に、進塁打打ってくってことだね。下位打線も。うんうんうん。うん。すげえ。一回中入る、うん、いや、でもすごいんじゃない？あれ、できたんじゃない？見てもらう？見てもらおうか。うん。これ、できたっぽいぞ。せーの。できたー。ああ、そうか、ここか。ああ。最高っすね。おー！ちょっと苦戦した。こっからは何すると思う？何ですか？ Wi-Fi をつなげます。いきなりデジタル。デジタルデトックスしに来てるんですよ。だってこっからは、火起こしすんぞ。おー。もう、ここに作っちゃう。こちらで。チャッカマンじゃないですか？チャッカマンが。気分。おー。おー、すごっ。え、こういうこと？こう？逆です。あ、逆に。白鵬で。全然。あ、聞いちゃいました。あ、聞いちゃったな。難しい。でも、いい地点まで行ってた感じは。どうだ？なんか、引っかかった。うん。行ったとこまで行っちゃった。すごい。上が来た。もう今、原始人的で。おー、すげえ。着いた。熱いの怖い。うん。着いた。行ったぞ。あー、行け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 。行った。着いた。じゃあヤグラ、今度はでかい版のヤグラを組み立てていく。うわあ、すげえ。あれ、なんか全然表情違ってる。着火させてない側の人間ってことか。そう、まだ違うね。はい、確かに。全然違うよ。でも、まあ、分かるけどね、そうなっちゃうのも。あ、いや、どうなってます今着火させたことないんだろうなって顔。あ、顔つきが全然違う、ね、え、なんか来たよ。うわ、おい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 え、なんかもう永遠と俺らの知らないグッズが。これなんですか？鍋をする。あ、文明が押し寄せてきている。うわ、俺の憧れてたやつやん。なになに？焚き火見ながらコーヒー飲む。そうだね。まずエゴさん、これ。はい。ちょっと、焼き芋とコーヒーを行かせていただけるらしいですよ。うん。こちらフレンチプレスがあるんで。はい。ちょっとじゃあまったりしましょうか。まったりしましょうか。ちょっとね、よし、出来上がるまで時間が置きましょう。よし。今ちょうどお湯が沸いてきたので。はい。この中にお湯を半分ぐらい入れます。うん、よっ、いい、見れる。逆になんか余計な言葉喋ってほしくないわ。それってオネスト TV を根底から固定することになっちゃうけど。よし、街で色だ。はい、さあ、こっからもうコーヒーが飲めます。せ、はい、ありがとう。なんか心なしか声がもうまったりとしてきてるね。遅れて聞こえてる？遅れてる。じゃあ、さつまいも半と。わー、さっきの焚き火でやったわけですね。そうです。どう？外パリで中ホクに行けてる気がする。あら、ホクホク系ですよね、多分。
まええうま甘マリアージュしようわここにことは失ってる？別にいいよね。うん。何も言わなくていいよね。これが、いや、逆にそれが本当だと思うよ。オメスト TV の最終回かも。第一章。これで巻こうとした。確かに、夢が叶って。うん、でお前今、今すぐ芋、ね。今すぐ芋も食いたいから、お腹空いちゃってるから。狩猟会の。おいしい。うまいくを。え？うまいくを。馬林。え？うまいくを馬林？おいしい。うまいくを流行らせるのが来年の目標だな。なめんなよ本当に。お、ありがとうございます。こんなに寝れるっていうぐらいぐっすり。上から見える景色、見えるか。うん。だだーん。ただ朝の紅葉が綺麗だね。言ったね、もう。紅葉を慈しむ気持ちをまだ持っていた。一歩目としてはすごい良かったんじゃないですか。良かった。人類にとっては小さな一歩ですが、オメスト TV にとっては大きな一歩である。よっしゃ、じゃあとりあえず朝飯食いますか。そうだね、うん、うん